ズワールドシリーズアンダー54キロトーナメント1回戦、タマルトキ VS ペッシラウォーウラチャー。それではただいまより本日の第11試合ライズワールドシリーズ2023アンダー54キロトーナメント1回戦、3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー170cm 53.65kg 対ウォー・ウラチャー所属 WPMF 世界ライトフライ級王者ペッシラー・ウォー・ウラチャー。ムエタイのテクニシャンペッシャー・ウォー・ウラチャー。赤コーナー163cm 53.95kg 日本トライハードジム所属初代ライズフライ級並びにスーパーフライ級王者タマルトキ。トーナメントに向けた練習でさらなる加速装置を手に入れた爆速ジェットマンタマルトキ。54kg トーナメント B ブロック1回戦です。3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦になります。エルボーなしね。この試合の解説です。宮城大輝さん、そして中村寛選手、さらにここからは2019年ライズワールドシリーズ 61kg 王者となりました。決勝では9月に梅野源氏選手1ラウンド KO 勝ち、やばい勝ち方をしました白鳥大樹選手です。お三方よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして解説ゲストは志田ねねさんです。志田さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ白鳥さん、あの2019年 61kg ワールドシリーズのあのトーナメント以来という開催になりました。そうですね、本当コロナ禍でそのワールドシリーズが中止になったりとあった中で、またここに来てようやくこのワールドシリーズの世界トーナメントを開催されるということで、はい、非常にこれ注目してますよ。先ほどの A ブロック1回戦で少しこのリングが温まり始めています。第1ラウンドが始まりました。どちらの選手もサウスポースタイル。タマルトキが身長163cm、 そしてペッシナーが170cm。 タマルはスピードを生かした攻撃が武器です。さあ宮城さん、おーっとここスウェイしていく、どのあたりがポイントになってくるでしょうか。そうですね、まあ、タマル選手がパンチボクシングスタイル だと思うんで、うん、パンチの距離に入れるのかなっていう感じですけど、今入ろうとしたらペシラ選手が蹴りを合わせたんで、はい、まあ、危険ですよね。これはもらいたくないですね。中村さん、また54キロで同じなんですが、はい、先ほどとはまた違った形で入りましたね。はい、そうですね、全然やっぱ雰囲気も立ち上がりの仕方は全然変わってますね。はい、1分経過。このあたりが海外勢同士、そして日本人対海外、少し違いもあるかもしれませんが、さあ白鳥さんはどのあたり注目していきますか。いや、僕さっきのその A ブロックの1試合目にあったあの、はい、クマンドーイ、タイ人の選手をあのすごい注目して見てたんですけど、はい、そのクマンドーイに勝ってんのがこのペッシラ選手なんですよね。今この本当タイ人がこのやっぱライズルールにこう適応してきてるというか、ここ数年で、なんで本当ムエタイが強い選手でもこのライズルールで強いっていう選手が増えてきてるんで、まあ、この試合も注目ですね。なるほど、ここも左のミドルキック、こういったところで組み立ててきます。この左のミドル、ワンキャッチからの一度の攻撃は認められています。ワンキャッチワンアクション、ムエタイと違うのは首相撲がないあたり、さらに肘がないというところ。しかしそこにも対応してくるというムエタイ選手も多くなってきています。非常にこの距離の取り合い、たまるときは 51.5kg の王者です。このあたりの宮城さん、はい、体重普段からのということになりますけど。そうですね、まあ、確かにいつもより体大きいなっていうのはありますよね、たまる選手は、はい、
あでも今 51.5 キロの選手がいます。いいです。ボディ効いたか、ボディ効いたか、膝で倒した。うわー、これは厳しいか、立てないか。ムエタイ選手をボディだ。関係ないっすね、関係ないっすね。ボディで一発、そしてその後白鳥さん、あれ膝で、膝ですね、完全来ましたね、ダメ元ですね。倒せるたまる時を見せるって言ってたんで、それしっかり有言実行してましたね。実にそれを言わせてください、はい、KO 勝ちで2019年2月その時のライズの和樹戦以来4年5ヶ月ぶり KO 勝利ということになりました。いや今のうまいっすね、今のもうすごいですね。ちょっと改めて見てみましょう。ボディ効いた後も、はい、パンチで1回上振ってますもん、はい、なるほど。2発振ってからの膝、それで引き込んで膝、ま、いわゆる散らしてからっていう、はい、冷静さというところなんです。これ今の映像です。まだ立てません。これムエタイの選手がこれだけ立てないっていうのはあばら言ってんじゃないですかね。そうですか、はい、じゃあ普通に効いてる感じじゃないと思いますね。これはうわ結構膝綺麗にめり込んでましたもんね。えげつないパンチからの最後は膝、全く立てない状況でスペッシラーうずくまって全く立てない状況が今も続いています。たまる時がこれで15勝目、3KO 目ということになりました。 KO で倒すという話をしていたそのたまる時、その瞬間もう一度ご覧いただきましょう。これです。これがその前のボディ。改めて宮城さん、ちょっと今スローで見たところはいかがですか。はい、いやまあパンチはこう手打ちなんですけど、このやっぱり多分そんなに力を入れてないと思うんですよね。力入れてないんですけど、もう相手をこう離さないでちゃんとやってたんで、すごいこうボディがガラ空きだったところも入ってるんですごかったですね。皆さん、大阪の皆さん、こんにちは。トライハウスジムの田丸時です。まず、遠いところから、わざわざ来てくださったペッシラ選手、本当にありがとうございました。すごい強敵だったんだね。すごい対策とかめちゃくちゃして、ペッシラ選手が強いのを分かってたからこそ、ここまで仕上げることができました。本当にありがとうございます。まあ、前回2年前かな、ここの場所で、マンドゴロ選手に負けて、絶対に大阪、勝って、強くなったところを、見せたかったんで、いい勝ち方ができてよかったです。で、僕は、3年前かな、もう大崎選手に、負けてから、もうずっとリベンジしたかったし、もうこの準決勝の大崎選手がもし勝ち上がってきたらもう最後のチャンスだと思うし、自分が、連勝を止めればいいストーリーになると思ってます。だからしっかり、大崎選手を倒して自分が世界一になります。まだまだ僕はこんなもんじゃないし、もっともっと、駆け上がります。僕に期待してください。本当に今日はありがとうございました。白鳥さん、ありがとうございました。2019年のトーナメントの時も優勝候補いろいろな選手言われていましたが、それでも勝った人が一番強い、そういうことですよね。はい、もう結局最後に勝ったのがもう一番なんで、まあ、田村選手はもうなめんなよってもう気持ちで今日戦ってたんで、はい、いやもう素晴らしい KO でしたね。いや田村時が次の準決勝に駒を進めました。
対戦相手はこの後行われるアイアンラマーか大崎和樹か。ひとまずその大崎和樹の挑戦権は手に入れたという形になりました。たまるとき、この後はいよいよ18連勝中大崎和樹登場です。